どうも、あさきです、今回の動画ではですね、こちら、前回の動画で、このプロペラが回るところまで行った、このウィングくんを、FPV 化したいと思います。なので、今回は FPV カメラとあのゴーグルに映像を送るための、VTX をつけたいと思います。で、今回つける VTX とカメラなんですが、こちらですね、ちょっと FC が壊れて飛ばなくなったベータ75ですねの機体の、VTX とカメラを移植したいと思います。こちらの機体なんですが、ネジここに2つついてるので、それを外してこうキャノピーを外すと、上についているこいつがVTX になります。で、この VTX ぐさっと刺してこの FC とつないでいるので、上からこう引っ張るとこんな感じで剥がすことができます。で、カメラここ一つネジで止まっているので、これを外して、はい、これで外れました。そしてこの外した VTX とカメラですね、こんな感じで5本のピンが出てるんですね。で、これが7号の方のここですね、この5本刺せるところに刺さっていて、で、これが左から 5V グランド VTX カメラ TX6 とこちら書かれております。なので、この5本のピンですね、一番左が 5V で、その隣がグランドで VTX カメラ TX6 になってるんですが、ただですね、機体側の FC ですね、こちら側にあるのがこれだな、プラスとマイナスのくっつけるところだけになります。なので、カメラ線とVTX とか TX6 は今回のウィングくんでは使うことができない、まあ、FC になっています。なので、こちらの VTX ですね、これも線は5本あるんですが、今回は左側の 5V とグランドのみ使っていきます。多分、ではでは、この FC とVTX をどうやって接続するかなんですが、マニュアル上にこの FC の配線図っていうのかなが書いてありまして、で、 VTX とつながりそうなところが、パッと見ないんですね。というのも、ドローンの場合、あのゴーグルに、ドローンの消費電力とか電圧とかを表示させるために VTX からFC に情報を送るための線を接続することが多いんですが、今回はないですね。で、マニュアルをちょっと下の方に行くと、これがもともと VTX が付いてる FPV タイプのこのウィング、売り切れだったやつですね。なんですが、これが VTX で、こっちが FC ですね。で、ここのコネクタを VTX と FC でつなぐと書かれています。なので VTX と FC は、プラスマイナスでのみ接続するようです。なんで、あくまでこう電源をこの VTX に送ってあげるための配線になります。で、このさっきタイニーからもぎ取った VTX ですね、で、今回はプラスとマイナスだけ欲しいので、この5本のうち左の2つですね、 5V とグランドに配線をつないで、で、こっちのFC のプラスマイナスにつなげば多分いくでしょう。よし、つきました。このウィングのこの部分ですねに、ハンダ付けしていきたいと思います。さてさて、映像映らなかったのですが、おそらくですね、プラスとマイナスはさっきと同じで機体に、まあ、つなげばいいんですが、
この VTX から出ている VTX っていう線とカメラ線はもともとこの機体では FC の中で情報をつなげて映像を映していたのではないかという結論に至ったので、ちょっと今度はそれを試してみたいと思います。でですね、次やりたいのが 5V とグランド FC と同じくつないで、ここで VTX とカメラの線をつなげるということをやりたいと思います。で、さっき、ここにハンダ付けしてつなげたんですが、コネクタですね、家にあったコネクタをここにもう直接この5本ピンのところにドーンと刺しちゃって、よし、こんな感じでかっちり刺すことができました。で、これでお互いと線がショートもしないのと、もうね、この線を直接 FC につなぐげばよいですね。一番左が 5V で、隣がグランド、その次が VTX とカメラなので、この2つはもうここでこうつなげちゃう感じでいこうと思います。で、あとの2本は、まあ、特にいらないので短く切ってショートしないように先っぽを処理する感じですね。今回はそれをやってみたいと思います。まずこの2本ですね、 VTX とカメラの線をちょっとつないでしまいます。こんな感じです。で、残りですね、この赤黒を FC とつなぎます。ではちょっと映像確認していきたいと思います。バッテリーを入れます。お、映像映りました。よかった。こちらのカメラなんですが、キャノピーがこんな感じになっているので、ボクサーのカメラのカバー、これにこのカメラを入れて、でこのキャノピーにちょっとセットしたいと思います。こんな感じです。これもつけます。まずですね、このスティック操作とウィングの動きが合ってるかを確認して、間違ってたらプロポのサーボリバースでリバースとノーマルを逆転させていきます。ちょっと飛ばしてみます。おー、うわー、ああ落ちた。機体は無事でした。無傷です。よかったー。こちらの機体ちょっと飛ばしてみたんですが、多分初期設定ではスティック操作がすごい敏感な設定になっていて、こう曲がった時にめっちゃビューンってちょろっと曲げたつもりなんですけど、めっちゃビューンっていっちゃったので、ちょっとその設定をですね直していこうと思います。ではですね、ちょっとこいつ調整していきたいと思います。で、そこの調整なんですが、プロポで設定を変えていきます。ウィング君はこのラダーのこの動きっていうのがないので、エルロンとこのエレベーターの動きをちょっと調整していきます。で、エルロンとエレベーターの動きはここの部分ですね、この羽のこの部分がこうどれぐらいパタパタ、こうプロポでスティック操作した時にこうどれぐらいの角度になるのかといったところで、この機体の飛び方が変わってきます。で、今は多分ちょっとスティックをいじると こいつがブリンってめっちゃ動く設定になっていると思われるので、それをまあちょっと動かすと、まあ、ちょっとだけしかこう動かないような設定にしていきたいと思います。でですね、そちらの設定なんですが、このプロポの、まずこれエアプレインを押します。で、ここで、デュアルレートですねというのを押すと、今このエルロンとエレベーターのところに SC というスイッチを割り当てております。で、なのでこの、SC のスイッチを動かした時に、この機体のここのこう動く幅を切り替えられるようにしております。どれぐらいの角度で飛びたいっていうのが決まったら、まあこんなスイッチは割り当てなくてもまあ大丈夫なのかなと思いますが、最初はちょっとどれぐらいの角度がいいのかわからないので、スイッチに割り当てたいと思います。で、次にこの
AFR で今 AFR のベルロンと書かれています。ここでレートが80になってますね。この線が80です。でこれをですね、さっき割り当てた SC を動かすとこんな感じで80だったのが50になります。というか、ここを押すとですね、こんな感じでこう線を下げていくことができるので、これでまあ自分の好きな値にセットします。で同じようにエレベーターも設定したいんですが、このファンクションをエルロンからエレベーターにすると、ここが今度はエレベーターになります。で戻って、エレベーターもさっきと同じような感じで SC のスイッチをいじると80、50と今切り替わるようになっております。で実際この80と50で機体の動きがどんな風に変わるのかというと、ちょっと見てみたいと思います。50だと あんまり動かないです。これを80にするとこんな感じで動きます。ちなみにこれを100にするとこれが100ですね。50にするとこんな感じ。今これで10です。100ですね。こんな感じでクロポで調整しながら、一番自分が飛ばしやすいレートというのを探していくと良いと思います。このウィングちゃんもちゃんと飛ばせるように練習していきたいと思います。それでは今日の動画はこの辺で、バイバイ。